でムーちゃんさんが好きな、おお、なんかもう私が転ばせたみたいな。じゃあせっかくなのでムーちゃんから紹介してもらいましょうか。はい、ありがとうございます。はい、笹団子というゆるキャラさんで、新潟の名物の笹団子の PR のために生まれたゆるキャラさんです。怪獣、怪獣なんですね。服着てるみたいで、笹の服を着てるみたいで、だから緑色なんです。ムーちゃん、いつもと比べて素材感いかがですか？いつも以上にふわふわです。さらにさらに、ね、いつも以上にふわふわで着てる感じになるということなんですね。ありがとう、笹団子。はい、お、これもちょっとね、素材感が面白そうですね。はい、続いてはもちうさぎです。もちうさぎちゃん、ね、女の子には大人気なもちうさぎ。もちうさぎも今日も元気ですね。もちうさぎはですね、はい、2000年3月3日生まれて、今年でなんと結構大人です。14歳、はい、思春期ですね。身長と体重は卵1個分くらいということで、中はね、たっぷりこしあんが入っているということですよ。かわいいね。もちうさぎかわいいですけど、どうですか、むーちゃん。もう、ふわふわです。あ、ふわふわが決まりましたね。すごいふわふわです。晴れてます。むーちゃんのゆるキャラの好みが分かってきましたね。分かってきました。素材にこだわる、うん、はい、もちうさぎありがとうございました。ありがとうございました。で、上の段は残り1体になりましたから、はい、最後残り1体です、上の段。はい、では続いて最後ですね、ご紹介するのが、ね、中郷商工会議所か商工会青年部から来てくれました、さとまるくんです。こんにちは、私生ものですからキャラクターじゃありません。で、まあ、今日はね、あのキャラクターの、ね、紹介来ました。何だったっけ名前。さとまるくん。さとまるですよね。さとまるです。あの上越市、新潟県の外れですね、中郷から来ました。後ろ見ると分かると思うんですけど、はい、見せてください。あ、かわいい。花瓶じゃないです、これ。土器。土器を知ってます。土器で桜なんです。何が桜かっていうと、中郷は、ね、結構桜も結構有名なんで、綺麗なところがあるんです。今ね、昨日もそうだったんですけど。ちょっと待っててくださいね。観桜会、あの高田の観桜会、非常にね、昨日満開でした。で、あの、里丸も、あの、こうちゃんも、ケンケンとも来てしまったんですよ。お前何出してるか分からないよ。ですんで、皆さん、あの、ぜひ中郷に遊びに来てください。はい、あの、ゴルフ場もいっぱいあって、あと、遊園地もあります。はい、知ってますか、中郷。何なんだよ。はじめましてですけど、お名前は聞いたことあります。はい、仲良くしてください。はい、あと、お願いします。あのフェイスブックの方もやってますんで、あのぜひ皆さんいいねを押してもらって応援してください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さとまるくんでした。さあね、多い上の段が終わりましたけど、下の段に移動あれ、ね、あれ本当にもう、あ、どうもご無沙汰しております。むーちゃん、あのなんかね、でもね、ここのメッシュ部分の部分からシューっていう音がしてるんですけど、してないシューっていう音がしてます。ふわふわ素材じゃないんだけど、いいかな。この身長が最高なので大丈夫です。あ、大丈夫ですか。ムーちゃんは身長高い男性は好きですか。あんまり考えたことないです。すいません。もう皆さんおなじみなんですが、レイレスさんです。新潟スキー100年委員会から来てくれました。今年はですね、もう始まっています。新潟デスティネーションキャンペーンの応援隊長も務めているということでね、今そしてこれからますます忙しくなるレルヒさんなんですよ。あれ、ちょっと今日はなんか低姿勢じゃないですか。お、あれあれあれ、何ですか今の新ギャグですか。見せてください。ちょっとあの小さい声で困れちゃう。こそこそ話をしているようなので、じゃあ今度せっかくなので下の段に行きたいと思います。レルヒさん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあそして下の段にもちゃんどうしましょうかね。さあ下の段にやってきました。レルヒさんはね、いいよ。続いて下の段はですね、マイマイじいちゃんをご紹介したいと思います。新しいタイプのゆるキャラですね。マイマイじいちゃんの資料を探すんで、ちょっとつないでおいてください。はい、わかりました。このマイマイじいちゃんなんですけど、広上中学校の生徒さんが自身で作ったということで、めちゃちょっと新しいよね、ゆるキャラね。そうですね、はい、すごい、あの
かわいい。ちょっとね、あの悩んでいるおじいちゃんのような顔してるのがまたかわいいですよね。ギャル帽子もかぶっていて、あの資料によりますとこれからなんか家族が増えるかもしれないということなので、ね、でマイマイじいちゃんはですね、日本一の米どころ魚沼で米農家を営んでいるということなんですね。のうん。で、魚沼の美味しいご飯を毎日5杯食べているので、ふっくら炊き上がったお米のように、お肌もツヤツヤですと。うち、触ってみてどうでした？すべすべですよ。やっぱりツヤツヤ。なりたいものですね。すごいですね。麦わら帽子も可愛いですね。はい、可愛いです。すごい、新しい。あいまいじいちゃん、可愛いって言われてるよ。お孫さんみたいなものだよね。はい、では続いてお隣、表情がゆっくりなんです、ね、雪だるまんです。雪だるまん、雪だるまんとか新しいゆるキャラですよね。すごいね、雪だるまん。魚沼市から小出国際雪が